あとはあれかな、やっぱハンターハンターかな。いや予想はしてましたけど、まあ来るんだろうなと。来るな来るなと思ってたらやっぱ来ましたね、しっかり。いやー参っちゃいましたよ。あと3話か、信じられないな。まあでも来週読めるだけでももういいですよね。来週の話、来週の話めっちゃ面白いと思うんですよ多分。だから俺もう来週のハンターハンターが読めるってだけで今回の連載再開は意味があると思う。今週もめっちゃ面白かったし、多分来週はもういろんなことが明らかになりますよ、余談に関しての。あと3話って別に確定じゃないですよね、予想ですよね。でもまあ、まあ今までのツイッターの感じとか見ると、まあ書き溜めてのあと3話ぐらいじゃないですかっていうね。なるほど、うん、継承性はもう戻んないんじゃない？戻んないんじゃねえかな、戻んのかな、あと3話で。でも一回だからその組長たちとやり合うのかな、やり合うぐらいの寸前で終わるのかな、難しいね。でもまあもういいよ、うん、一旦継承性はもう忘れます。僕はもう旅団がこんなに、旅団のことをこんなに書いてくれると思いませんでした僕は。僕はもう最初の連載再開1話目で全員知らないキャラの時に僕は覚悟したんですよ。あ、富樫先生もう切れちゃってるなと。お前らが再開しろっつったんだろうと、切れちゃってんだろうなと思ったら、よかった、めっちゃファンサービスするじゃん旅団編。マチめっちゃ可愛いんだけど、マチが可愛い。そう、マチが一番念の才能あったと考えていいのかね、あれね、余談の中で。要するに、いやあそこからさらにどうなってくるんですかね。雫とかもどんどん後半になって出てくるのか。 あの子も余談だもん、あの子も流星街だもんね。どうなってくるんですかね。流星街のみんなは今現在だとなんかガスマスクみたいにしてるんですよ。なんかまあそれはみんなもともとつけてたのか。楽しみ来週。それこそあの何でしたっけ、ゼロ巻に出てたシーラ、シーラですよね。あれは相当キーですよね。シーラは多分一番サラサと仲良かったから思うことあったんじゃないですか、何か。シーラが一番闇深そうっすもんね。あとはまあビデオっすよね。マジで黒のショーなんじゃない、もうその誘惑の、もう黒のショーぐらいやばいんじゃないっていう。だってまだ見つかってないってことじゃないですか、あのビデオ犯人が。要するに、いやどうなるんだろう、まさか旅団の雲があっちの雲だと。おもろい、おもろいなと思って。雲ってそっちの雲かいっていうね。クロロめっちゃ頭いいじゃない。シーラ乗ってないの、シーラ乗ってんのかな、乗ってないんじゃないかな、どうなんだろう。いやコメントだとなんかここにパリストン絡んでくる説とか。パリストン、いやでもどの道だってねえ、暗黒大陸では絡んでくるだろうから、まあ そうですね、そんな考察をしてる人もいるんですね。長くなりますよハンターハンター、あと20年は終わらないですよ。今度は確かに野菓子っていう、野菓子野菓子よしひろ、野田一郎、野菓子、野菓子よしひろ、野田たつきもあるかもしれないからね、チェンソーマンで野田たつき、いろんな野田がいるんだなと。